バイガイユポケモルジョンユージタクチョンアイアムスナオパスラのヤッデーイエロー。ということで今回は皆さんに、はい、転勤メイクをしてもらいます。何それ、わかりますか皆さん。わかんないです。最近違いますよ。それ正規です。正規です。というのはですね、あの Z 世代にこれから流行るであろうというね、大富豪のお嬢様のような華やかで上品ながらも可愛らしさを兼ね備えたメイクのことです。財閥令嬢、財閥令嬢、財閥令嬢メイクと、まあ、なるほどねみたいなんで、本当に今大バズり中なそうなので、そんな海外の中国とか韓国の SNS で流行ってるみたいなんで、皆さん千金メイク多分ね、もう今初めて聞いたと思うんですけど、ガチでわかんない、ガチでわかんないよね。 Z 世代だ、 Z 世代だ、はい、誰もいない、誰もいませんがね、ゲームボイス世代しかいない、じゃないよ僕も少し分かってないですけど、皆さんでね、想像で本当になるほどねやっていきたいと思いますので、はい、皆さん、それでは行こう、やってやろう、やってやろう。はい、メイクをね、受けるメンバーはシオンとコウキでございます、はい、あっちチーム、シオンはユージとタクロウが担当して、はい、コウキはスナオとユーが担当していただきたいと思います。では皆さん準備できましたか。よいしょ。各々、はい、のメイク道具を使って30分以内にやっていただきたいと思います。よいしょ、いきます。よいしょ、よいスタート。最初言ってください。メイクを落とすところから始めないと、ね、もうそっからなんだ。メイク落としをください。コウキの鼻を、僕チームは素直がベースをやって僕が仕上げをします。はい、こちらのチームは僕がメイクして、ユージが後ろから監督してくれます。やばいね、そのスピーダーのおもろいね。ありがとう。顔の色変わるで、ね、そんな喜びながらやる僕じゃなくない。いい感じ。え、シオンさ、すっぴん見せるの初めてじゃない？初めてよ。見せないっていうことが守りに入ってやめたんだね。そう、2024年は攻めていくんだね。攻めていこう。すごいね。大丈夫、今から千金メイクでゴージャスになるから。そう、千金、千金メイクだからね。そうだよ。めっちゃ美容黒いし、服が。人にメイクするって難しいね。まずは最初に下地を塗りまして、わ、めっちゃさ、その後、コンシーラーですね。ブルベ、いや、俺多分ね、コンシーラー、イエベだけど、ブルベの塗ります、ね、でも、コウキさんはね、ベースを大事にする。まだ皆さんベースですからね。だってさ、コウキさ、5分経過、見るたんびに一生さ、どうやってる、ね、え、鼻筋メイクでしょ。鼻筋じゃないよ。あ、セイキン、鼻の金曜日お前飲み行くんか、お前お前おっさん、鼻筋メイクって何、セイキンじゃない、セイキンね、セイキンメイクも違うから社会人、社会人すぎるでしょ。鼻筋メイクやばい。オーケー、めっちゃ黒くなりそうなんだけど。ほんだ。え、じゃあ、あれ明るいやつ、明るいやつ違いますね。逆にいいんじゃん、逆にいつもと違う感じで、これ、これあ、ファンデーションでもこのメイク道具の中に、その千金メイクをあの時に使えますよみたいなメイク用品が入ってるんで、えってかさ、あ、そうなんだ、見るから、うわ、かぶってんな。5分経ったので、ちょっとヒントをあげたいかなと。え、気になる。こっちまだベースですよ。ベースですか、ベースですか。こっちもベースなんであれなんですけど、このね、メイクを千金メイクする上で欠かせないのが、セミマットな質感の肌。セミマット、セミマット、でもマット系じゃない、マット系で、セミマット、やっぱ自然、なんかツヤ、自然なツヤが残るみたいな。なるほどね、感じが大事みたいです。自然なツヤ、今自然なツヤ、皆さん作れてますか。でも最近陶器肌みたいな流行ってるよね。それは結構マットじゃない。うん、それだからやっぱそれや。そうですね、うん、陶器肌狙っていこう。陶器肌を狙って、だから絶対さ、ただ知ってる、うん、そうだよ、ことを言ってるだけだよね。そうだよ。メイベリンの、メイベリンね、結構いいよ、リキッドファンデ
みんなあれメイクはさ、あのベースに時間かかるタイプ、それでもなんか例えばアイシャドウとか眉毛とか気づいたら一番ベースかな、ベースだね。ベースな気する俺も。皆さん月にいくら美容品でお金使いますか？美容代にしよう。美容代めっちゃ多い。まあ、まず美容品からだと化粧品はね、そんなね、わかんない。いや、俺も文字めっちゃ結構、同じやつをずっと買い続けるみたいな。なくなったら買いなくなったら買いあんま冒険しなくなったから確かに、なるほどね。一時、タクロすごい買ってたよね。すごい買ってた。スキンケア系めっちゃタクロ買ってるイメージあってた。あと、美容代でも、いや、もう僕、もう圧倒的に美容院代が凄まじい。髪の毛髪の毛か。それも含まれるし、シャンプーも高いの使ってるし、含まれる。それも含まれるね。脱毛とかね。脱毛も行ってるから結構高いかも。おー、すごいね。みんなスキンケア系なんかしたりする？例えばピーリング行ったりとか。あーないかも。なんか高い化粧品使うぐらい。クロード髪の毛っていくらぐらいかかるの？6、7万円ぐらい使う。うわぁ、うわぁ、マジでお金かかってる。やばい、ノーズシャドウとかが本当に分かんない。僕普段さ、やんないから。ノーズシャドウをどんな感じで出るんですか？これはね、あの鼻筋、あのなんだっけ、白筋、白筋って何？白筋か、味噌筋。白筋やばい。白筋、せめて白金みたいな。白金みたいな。千金メイクはやっぱその鼻鼻のチーズ。はや綺麗なね、笑ってないじゃん。綺麗な感じかなと思って。白金綺麗な感じ。そうそうそう、明るい感じの色をどんで。あれですね、2人ともアイシャドウの色は結構似てるというか。マジ本当に？なんかピンク系がやっぱ、あーね、なるほどね。って思って、ベースにとりあえず今ピンク系を乗せてます。なるほど。5分経ったのでまたヒントあげたいと思います。まぶたのメイクについてなんですけど、上まぶたはベースとなるところはマットタイプとの赤とブラウンカラーをミックスしてつけます。えっ、だからブラウンじゃん。うん、赤とブラウン、これとは何や。赤とブラウンカラーをミックスして、目の下の縁部分だけに細く入れる。目の下の縁部分に細く、ここだ。うん、あ、めっちゃ遠い、めっちゃ向いて。いや、人の眉毛ってマジで難しいんだけど。細くでしょ。普段使ってる、ボビーブラウンの、ボビーブラウンめっちゃいいね。の眉毛のやつマジでいい。本当におすすめ。あとボビーブラウンのペン型のラメがめっちゃいいんだよ。ボビーブラウンいいよね。シオンは普段からラメとかで気を使うもんね。そう、後でやろう。キラキラ系はね、もうね、ジルスちゃんだったかも。へぇ、結構可愛いの多い。じゃあもうここで大ヒント。うん、あの千金メイクの肝とも言うべきはゴールドをプラス。ゴールドないんだけど。ゴールドなんて。皆さんゴールドありますか？ゴールド探してください。ゴールド、うわ、待って、ゴールド今一番大事らしいです。ちなみにこれゴールドツヤツヤ。ゴールド、じゃあゴージャス感を出すためにやっぱゴールドは必要不可欠ということで。これアイライナー大事だと思います。そう、俺もそうだもん。どんなのここっぽいだから。おい、大木さんいい顔してますよ。プリ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 。明るめにする？明るめ、明るめ。結構、あれもう後期の終盤じゃない。やばい、てか髪の毛も全然作ってないからやばい。え、そう、頑張ろう、二人で。あと残り10分なんで、アイライナーのヒントをあげたいと思います。はい、書いてあることをそのまま読むだけなので、はい、ちょっとうまいことを解釈してください。はい、インサイドにグッと引いて、そしてインサイドから目尻に引っ張っていく。そして目尻に跳ね上げラインを。これやっぱそうでしょ？そうでしょ？あ、そうなんだ。ってきたかも。グッ、ケ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 ッ、
ってって感じだと思うんで。あれ、まあ、僕としてはやっぱなんか強いイメージなんですかね。わかんないですけど。確かにね。強そうかなっていう。グッグッグッだよ、皆さん。グッグッグッね。インサイドにグッて言って。なんかおかわみたいな。もう、いってあげるわ。ゴールドをプラスって言いましたが、まあゴールドをプラスする部分、もう綺麗、目でございます。アイシャドウでございます。皆さん話聞いてますか？聞いてない。ヒントあげてるんですが、何ですか？もう勘でやってる。じゃあこっちも入れる。待って、太すぎるだろこれは。やばい。あ、でもまあまあまあ太。あ、いいじゃん。めっちゃいい。あ、いいいいいい。いいね。こいつ可愛いな。お嬢様って感じ。大罰ゲージ。じゃあ残り5分ぐらいなのでラストヒント、まあラストなので特別にね、特別に2ついきますよ、うん、ハイライトについてです。ハイライトで抜け感を出していきます。ハイライトをシャープに入れる、鼻筋にスッと軽くのせる、丸くではなくスッと、あ、スッとね。で、もう一つですね、これがもう肝となります。ペンキンメイクのリップですね。そうなんだよね、うん、絶対そう、リップ口大事だと思う。もうちょっとこの手順に、うん、マットタイプとツヤタイプの組み合わせが重要になっております。ツヤタイプ、俺とさ、これちょっと多分ね、うちらどちらかってるよ、メイク。あ、シアンありがとう。どちらかってる。アイライン下手すぎこれ。ユージ作。でもなんかめちゃくちゃ赤いやつないの？あるよ、これめっちゃ赤い。和田アヒコみたいな。もうやもう。何これ。これリップ誰なの？俺の。うん、お前和田アキ子みたいになる、やばい。うわ、こういう女優さんいる。後期。一チーム完成しました。結構いいよね。めっちゃいい感じ。これがもうアジアンビューティーよ。アジアンビューティー。アジアンビューティー。でもね、逆にね。そう。逆にね。やばくね。はい、終了。これが余計なの。誰それ入れたの。お二人とも終わりましたでしょうか。よいしょ、完成しましたか。はい、皆さん、メイクした方が自信はどうですか。千金メイクに慣れてますか。いやめちゃくちゃある。めちゃくちゃまだモザイクかかってる状態だからね。まあ、その YouTube 見てる人は見えないんですけど、皆さんどうですか。できましたか。できました、できました。自信は、もう自信しかない。そんなキリッとした目で見られてもこっちは困るんですけど。それでは後期のメイクはでんこちらでーす。こちらでーす。すごいよ。わあ、すごいな、うん、結構全然いっちゃうわ。全然わかんない。ここにね、ハイライト女の子入れてる子最近。あ、そう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 、これもいつも入れてる。だから、ね、近く見える。そう、だからあとリップをね、うん、リップをちょっと濃いめに、うん、ザヤバツ霊場っぽい。女優さんみたいね、なんか、うん、結構自信あります。結構これはもう慣れたあれだよね、うん、こう日本人の感覚で見た時に、うん、すごく整ってる、うん、今あの自分のチームの話をしてますね。評論家を見る。日本人からしたら上に上げていくことだよね。そうだから日本で千金メイクを流行らそうと思ったらこのぐらいがちょうどいいんじゃないかなぐらい。あ、なるほど。そう、行き過ぎてないって。本場だと、本場はちょっと違う。あ、なるほどね。そうそう、日本ではね。日本ではね。だってもう、中国とかの財閥令嬢ってもう価格が違うよ。確かに、確かに。さぞかしいね、シロさんはすごい。シロさんはすごいゴージャスになった。ベトナムぐらいまで。それだね。ということで、自信満々なシオンチームに出たいと思います。それではシオンの千金メイクまでどうぞ。アジアンビューティー。アジアンビューティー。すげえよ。途中までタクロさんがいい感じで、はい、春色メイクみたいな。春色メイクね。でゴージャスにね、あのゴールドもあしらっていただいて、はい、はい、ヒントいただいてたじゃないですか。そうですね。そう、ゴールド入れようっつって、うん、でしかも拓郎がアイシャアイあのこの何ここのアイシャドウゴールそうのところにあのゴールドをやった後に
目元にゴールド入れるんですよって、うん、言ってもう正解なんですよこれが。なるほどね。そう。そうですか。タクローさんだけこうなんか上の空って感じです。なんかあのアイラインをユメジが引いてくれたあたりから、はい、おかしくなってきた。でもさ、俺もさ、跳ね上げるっていう、あのアイラインが太すぎて、で、なんか、まあ、途中のラッキーで描こうかと。アイラインは、まあ、まあまあしょうがないかって思ったら、突然、どでかいほくろが。これは違う。これはテーマがある。これはあの椎名林檎姉さんのギブスの MV。 いや勘違いしてダメだけど千金メイクなんですよ。いや椎名林檎姉さんメイクではないんですけど、椎名林檎姉さんは千金メイクじゃないの。違う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 。日本人の感性で見たら確かにちょっとおかしいかもしれない。そうそう、だからあの海外でその本場は違うから、お釣りの大きい方がモテるみたいな、なるほど、そういう感覚で。よく言うんだったらこれは水原希子っぽいな。おお、残っていた。もうかばいきれませんよ。もうかばいきれませんということで終了。はい、2人が並ぶとこんな感じになります。なんかね、2人とも千金メイクをしたはずなのになんか全然違う仕上がりになってるんですが、今日してもこれで帰れる。だこれが僕たちの各々がね思うあの千金メイクということで、そうですね、タクロさんがメインでやってくれたんですよ。そうですね。そうですね。これは僕ら何の千金メイクということで、はい、もうぜひ千金メイクに挑戦してみてください。まずあの正解はだから調べてねだよ。あ、そうだね。正解は調べていろんな画像を見て、これが千金メイクだなって。って思いながらこれもやってみてください。そう、これもやっていただきたい。ゴージャスになりたい方は高評価を、ほくろが欲しいなという方はチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。それではまた次回会いましょう。またねー。またゴージャス。